今日本当にお忙しいところありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今回上映選んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。それとその大阪の今日は、中央公会堂ですよね。はい、まさに今、はい、一人じゃない上映中でございます。はい、上映中ということで本当にお忙しいところありがとうございます。はい、早速ですけれども自己紹介をよろしくお願いします。はい、じゃあこれは私からいただくんですかね。はい、一人じゃないの監督金ヶ谷でございます。よろしくお願いします。で出演者、はい、孤独な男を演じました稲森です。お願いします。自転車に乗って旅する女の子を演じさせていただきました小林です。こんな感じでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫です。ね、ロサンゼルスの方を、まあを起点にして一応世界配信ということで、決して忘れない、あなたがいたことあなたがいることということで、震災が今年10周年になりますので、それをメモリアルとして皆さんに伝えたいこともあるし思い出してほしいということもありまして、その中で金ヶ谷監督のこの映画の上映をさせていただいてます。本当にありがとうございます。じゃあこちらこそありがとうございます。はい、せっかくねこうやって皆さんとお話しする機会、まあ、ちょっと時間も限られてしまってますので、もう早速ちょっと映画のことに関してですねお話を聞きたいなと思いますけども、まず最初にこのプロジェクトっていうのが行われたこのきっかけ、こうどういうところからお話があったのかっていうのは監督さんにお聞きしたいの と、出演者の皆さんはどういうふうにここのプロジェクトとつながったのかなっていうのをちょっと簡単にお聞かせ願いますか。なるほど。ロケ地になった、宮城県の登米市豊里町というところがですね、被害の大きかった石巻から内陸に車で30分ぐらい行ったところなんですけども、石巻であるとか南三陸であるとか、被害の大きかった町からですね、避難されて、いわゆる仮設住宅であるとか復興住宅で登米市、豊里町に皆さんお越しになっていたと。で、そこまでは無事に来られてるんですけど、結局家族を亡くされてる方とか、離れ離れに暮らさざるを得ない方とかが単身、一人でその住宅で住まわれてて、結局そのコミュニティとなじまずとか、やはりちょっと心傷つき、なんかコミュニケーションの取り方を忘れてしまったとかっていう方々がですね、孤独死されたりとかっていう、そういう現実、そういう問題が起きていて、豊里町の方がなんとかその孤立孤独死をなくしたいというところから、映画ができないかっていうのがプロジェクトの始まりです。はい、そうだったんです。で出演されているお二方はどんな形で、はい、まあ、先ほど監督が言われたその豊里の孤独死を見守ってる役所の人に私の知り合いがたまたまいたんですよ。はい、で、まあ、その人とで逆に金ヶ谷さんとつながって、で監督と俺が知り合いだということで、今回の役をいただいて演じさせてもらいました。そうだったんですね。涼子さんは私は個人的に大船渡市の方々と妹がちょっと交流がありまして、震災復興 の、 イベントとかでサンマーを焼くお手伝いをさせていただいてたりとか、あと以前にも震災復興の映画に何本か出させていただいたこともありまして、できれば自分としてできることを少しずつやっていきたいという思いがある中で、マネージャーさんが金ヶ谷さんと交流があったのでお声掛けいただいて、今回参加させていただいてます。じゃあやっぱり皆さんそういうご縁があったんですね。そうですね。はい、うん、今回その皆さん豊里の方で撮影ということで、こ時間的にはどれくらいいらっしゃ撮影かかったんでしょうか。撮影自体は3日4日みたいな感じですね。撮影自体は。で、まあ、でも前乗りしてとかもあったんですか。そうね、当然前乗りもそうですし、事前にその
本を作る段階から地元の人たちとコミュニケーションを取りながら、で実際ロケ地ではないけども、被災地の現状を知りたいということで宮城県内いろんなところにご案内いただいたりとか、いろんな人と出会わせていただいたりとかして、そこから本ができた感じですかね、うん、豊里を訪れて、その豊里っていう土地場所っていうんですか、その印象ってこうどういう場所なんですかね、うん、僕もちょっとイメージがしづらく、まあ、映画もちろん見たので分かってるんですけども、こう印象的にこうどういう風な印象を持たれましたか。どうですか。いや、あのね、その、まあ、実際にね、その印象っていう風に考えると、そのどちらかというとその被災してるとかそういうのではない、本当自然が豊かで、まあ、結構こう緑に囲まれた本当のどかないいところっていう、まあ、感じでした、はい、で、まあ、実際多分被災地でいうとね、あれ山手の方になるんですよね、結構ね。そう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 。なので、まあ、逆に言うと一番問題になってたのは、まあ、多分その海側で被災された人たちが避難をしてきてて、で、まあ、その避難をしてきた人たちとの、まあ、その交流っていうんですかね、そういうところがまあ結構重点になってたと思います。うん、結構ね、田んぼが一面に広がる、なんか原風景がすごい素敵な日本の、良き昭和の田舎の風景というか、童話のに、ね、童謡か、童謡の似合うような雰囲気で、ね、映画のワンシーンでこう稲穂がこうアップで、ね、はいはいはい、なった、まさに見渡す限り田んぼやったんで、お二人が居酒屋の帰りにこうね、こう空を、はい、夜空に、はいはいはい、あれもまさにあぜですよ、勝負農道ですよ、農道、うん、はい、あー、なるほど、そういう、まあ、ちょっとだから昔の日本みたいなイメージの、おー、そうだね、豊かな This is 田舎というか地方というか、はい、ね、なんかちょっと落ち着く、カントリーサイドって感じです、本当にカントリーサイドですね。星がね、星がめちゃめちゃ綺麗なんですよ、そう、なんか意外とこう暗くてもね、空見たらね、明るい、はい、じゃあそこのそういうまあ自然の中で、まあ、イメージ的にやっぱりこう住んでらっしゃる方もすごく、優しいとかこう世話好きというか、なんかそんな方々が多いのかなと思うんですけども、撮影の最中もかなり、豊里の方がボランティアで、多分ボランティアなのかな、その映画にも出てらっしゃいましたし、お手伝いもしてくださったと思うんですけども、何かこう心に残る、印象に残っているようなエピソードがあったらちょっと教えていただきたいんですが。それはもうこれしかないって。今までもこう震災復興の作品に携わらせてもらってたことはいっぱいあるんですけれど、でも初めてこうその土地の人たちと一緒に仕事をするっていう経験をしたんですね。なので、まあ、もちろんプロフェッショナルな方々ばかりではないので、なかなかうまくいかないこともあったけど、皆さんすごく楽しそうにお仕事されてたのが印象的で、何よりもご飯です。もう朝の時間になると皆さんおにぎりをこうやって握ってくださったり、あのご家庭の、まあ、養鶏されてた卵が本当に朝どれの新鮮な卵だったりとかがこう届けられて食べてたんですけど、差し入れに入ったものが本当にすごくて、豚が1頭入ったんです。豚が丸々1頭差し入れでいただいて。豚がですか。そうなんです。まさかあれですよね、足をこう紐で縛ってこう火の上でこうぐるぐる焼くとか、そんなそうではなかったんですけど。そうではないんですよね。もうちゃんと分解された状態で、もうちゃんと毎日、私たちはトンコと呼んでたんですけど、そのトンコがですね、毎日こうポークソテーになったり、そうそうそう、カレーになったり、いろんな形でもてなしていただいて、本当に命をいただくってこういうことだなって思う経験をさせていただきました。そうですよね。うん、その豊里の、まあ、人たちとのそういったエピソードも今聞いていて、すごくこう映画をね作るっていうのって結構その
なんだろうな、みんなでそのもちろん映画を作る側もそうですけども、その豊里の人たちも一緒にみんなで作った映画っていうような感じなんですかね、やっぱり。うん、そうですね。そこが一番他の作品とは違うかもしれないですね。場所をお借りして撮るだけじゃなくて、お金があったらいいわけでもなくて、その人たち実際にこう心にちょっとこうグッと抱えたもののある人たちみんな一緒になってお祭りのように映画を作っていくっていう意味では、さらにこの作品がエネルギッシュになった一因でもあるんじゃないかなと思います。でも本当なんかそういう感じのあったかさがね、あのところどころ、うん、あのちゃんと画面から伝わってくる映画だと思って見てましたけども、あのお話聞いてね、あのやっぱりそうだなというふうに思いました。お三方それぞれにお聞きしたいのが、この映画を撮る前と撮った後でやっぱりこう自分がこの映画を通してあの豊里とかその、震災というものとかをこう感じたと思うんですけども、自分が何かこう変わったなっていう部分を、この映画を通して自分が変わった部分をちょっとあのそれぞれお伝え願いたいんですが、まああのはっきり変わったっていうことはないかもしれないけども、改めてこう実感したというか、なんかものいわゆる作品を作るときに、あの一人ではできない人、本当に一人ではできない人、みんなの力があってこそ作品は仕上がるっていうのを改めて実感させていただいたっていう感じですね。あの高校生の女の子がカチンコを叩いてくれたりとか、ね、60、70のお父さんお母さんたちが、ね、それこそお母さんは朝晩、ね、押しても温かいご飯を作ってくれて、ね、でロケ地へ行けばお父さんたちが車止めから車両の運転から全て担当してくれたりとか、もうすごくそこの連携もできてるし、なんかそうやってチームワークがすごい大事やなっていう、なんかクリエイティブクリエイティブっていうよりも一番大事なとこはそこにあるのかなっていうのを改めて感じさせていただきましたね。はい、誠さん。これはい、あのね、まあ、その変わったというよりもね、その、まあ、さっきの監督と同じことになっちゃうんですけども、これ俺はね、そのりょうこさんのね、あのそのトンコと同じような、まあ、お話で、俺の中ではねブロッコリー事件っていうのがあるんですよ。ブロッコリー事件、これがね、まあ、たまたまその2人で一緒にご飯を作るっていうのね、でその中のその添えてるハンバーグの横にブロッコリーがありましたね、こうついたのね。でそのブロッコリーが実は市場で1個しかなかったんですよ。でその撮影が終わった後に実はそれが売れてたわけ。おってなると新しく作る時にブロッコリーがないじゃないですか。ですよね。でそうすると豊里の婦人会のおばちゃんたちがすごいネットワークでブロッコリー、そう、町中のスーパーのブロッコリーをかき集めて、であのワンシーンが出来上がったっていうね、もうまさにあのこの組織力っていうか、それがこう普通でいう会社のような組織じゃなくて、なんか家族的っていうかね、ここですよね、そう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 、仕事じゃなくてハートで動いてる感じ。はいはい、そうでもういきなりもう朝、あんたブロッコリー見つかったわよっつって、朝の5時ぐらいですよ。感動しました。すごい、はい、ね、皆さんのねそういった、ね、あの思いもね映画の中に入ってるんでしょうね。涼子さんどうですか。じゃあ涼子さん。そうですね、やっぱり人っていいことも悪いこともどうしても忘れてしまうんです。もう10年経つとなんだか過去になったような気持ちもしちゃうし、だけど実際にこう自分がこの作品に携わって、ぼんやりとしてた、どんなことが起きたかって、やっぱり自分は東京に住んでたのでしっかり感じることができなかった部分も撮影現場で触れ合うことで、こういう人たちがこういう思いを持ってるんだっていうのをダイレクトに知ることができて、より自分の中で、あ、なんかできないかな、私にもなんかできることはないかなっていう意識は強く持つように、その意識の差は少しありましたね。あとは、まあ、それをじゃあ私なりにできることっていうのは何だろうって、こうやって映画として皆さんに毎年お伝えしていくことで、少しでも多くの人が忘れないでいてくれるように努力すること、
ぐらいしか私にはできないけれど、それでもやっぱやっていかなきゃいけないな、そういう作品が予算があるからいい作品になるとか、いいメンバーだからできるとか、そういうことじゃなくて、なんかもっとやっていくエネルギーをちゃんともらえたような気がします。なるほど。僕も皆さんの、ね、映画を、2年前ですよね、ロサンゼルスの方で見させていただいて、はい、でそこから僕もなんですよ、結局こうやって日本のことをもっと思うようになったし、でそれをきっかけにして、まあ、こうやって何かできないかなっていうことを思ったり、まあ、今回もこうやって金貝監督と Zoom でお話ししていく中からの、うん、バレた企画で、なぜかっていうか、ちゃんとねこれがまた形になって、こうやって映画も上映させていただけて、まあ、僕そういえばあの時の皆さんの映画 の恩返しを見させていただいた恩返しをちょっとでもできたかなって思って、いるんですけど、ありがとうございます。そういう形でやっぱり僕らが覚えていることとか、またそれを伝えていくこととかで、映画はね作品なので、またこうやって皆さんでね、またそれが楽しい、時間をね、こうやって人とがまたつながっていって、またそれを伝えていけるようなものになるのかなと思うと、やっぱり映画っていいですね。いいですね、はい、ありがとうございます。見てくださる方々に、メッセージをそれぞれいただけたらありがたいと思いますので、監督からよろしくお願いします。あ、じゃあ私からですね、はい。今ちょうど福島の方にも取材に行ってまして、福島は宮城の被害とはまた違って、うん、いわゆる原発の事故による放射能汚染という、線量が高くて、自宅に帰れない方であるとか、そういう方々が今も現在も、いらっしゃいます。復興どころか、まだまだ復旧、復旧もできてないっていう現実ある中で、それでも皆さん本当に一生懸命頑張って生きていらっしゃる、うん、そういうこともみんなに分かってほしいし、だから何ができるんだではなくて、何かできるはずなので、心寄り添い、やっぱり困った人、辛い人に対して、自分にちょっとでも余裕があるならば心寄り添う気持ち、なんかそういうのを持てるようになればいいなって、もう自分にも言い聞かせながら今喋ってますけど、はい、ぜひご覧になって皆さんちょっとね、心優しくなるというのかよくわかんないですけどね、なんかそういう感じになってくれたらいいなって思いながら期待しております。はい、今回どうもありがとうございます。稲森さんどうでしょう。はい、なんていうのかな、この例えば震災だとか、まあ、そういう災害でいろんなものがまあ壊れてしまって、でなくなってしまって、でもこういうものっていうのは結局また新しく生まれ変わることができて綺麗になっていくって、でもその人の心の中にあるものって言ってるんですけど、そのまんまその止まったまんまの人たちっていうのかな、でそういう人たちもたくさんいてて、で俺も実はねもうそのじいさんと言われる領域に入ってきて、それがねなんとなくやっぱ分かるんですよね。分かりますね本当分かります。なので、まあ、本当今こう携帯電話とかね、スマートフォンとかいろんなのがこう普及してて、そう、その全部がこう自分一人一人ってなってるんですけど、やっぱその、まあ、この映画を見て、その人と人がさりげないところでそのこうすれ違っていくところっていうのかな、でそういうところで、あそこでこうなんか出会うことができたとか、知り合うことができたとか、なんかそういうふうなこう寄ってるようなところをぜひ感じていただければいいかと思うんで、皆さん見てください。ありがとうございます。はい、誠さんもキャラクターがもう全然違いますもん。なんでなんで。これが本物やから。本物ですもんね。そうそう、もう寡黙なおじいちゃん怖いわ、このおじちゃんと思うね。そんなことない、そんなことないですよ。ね、サックスも吹けるしすごいよね。本当はチャーミングなんです、すごく。ありがとうございます。もう見てね。ありがとう。涼子さんどうぞです、お願いします。はい、
そうですね、私も最初は何もできない、私なんかじゃ何も人の助けにならないって正直思ってた方でした。福島に住んでるわけでもないし、お金がいっぱいあって何かしてあげれるわけでもないし、だけどこのプロジェクトにこう参加させてもらうというこのちょっとの一歩の踏み出しが、結局こうロサンゼルスだったり、まあ、ドイツだったりロシアだったりいろんなところの人たちにこう触れ合う機会を作ってくださって、そこで見てくださる人がいて、またその人たちがこうやって今日みたいな機会を作ってくださって、すごく広がりを感じてて、あ、ご縁でこうこんなに広がるんだなって、人の力ってすごいなって感じています。なので、あの、決して何もできないなんて思わなくていいんじゃないかなって、そんな風に自分でも思っていて、なんかこうちょっとでも見て一言でも何かつぶやくことが世界を変えたりすることもあるんじゃないかな、そんな風に思える作品になってるんじゃないかなと思います。あの、よかったらこれを見て、ちょっと一つ何か踏み出していただけたらな、そんなきっかけになればなと思ってます。ありがとうございます。僕は京子さんのキャラクターがね、どうして東京から一人で自転車でってね、本当に気になってしょうがないんだけど、そこはね、ちょっと金貝さんに、ね、そうそう、パート2作れって、ちょっと言うな、パート2を作ってほしいですよね。ロサンゼルスでずっと言ってたもんな。もうそれをね、なんとか、あの、解き明かしてくれないと、あの、見た人はもうあれが気になってしょうがないんですよ。すいません、多くのことは聞かないね。でサックスを弾いて終わるっていうね。そう。きっとね、言いたかったらみんな自分で言うんすよ。ですよね。それあえて言わない。そうそう。あ、だって寡黙なおじさんが語り出したでしょ。自分の辛さを吐露したでしょ。はい。確かに。本当最近よくわかるんですよ。じいさんになって。でも本当にその、あの、冗談を言って、続編はもう本当に僕は楽しみにしてるんですけどね。はい、真面目な話作りたいよね。でもね、本当にね、あの、やりたいなと思ってます。はい、はい、あの、またぜひロサンゼルスの方にもいらしてください。映画祭の方でもまた何か、はい、ありがとうございます。伺いたいね。はい、作られたり出演された映画がありましたら、またあの教えてください。僕の方も見たいと思いますし、また何かね、あの、はい、出せるかもしれません。ありがとうございます。とにかく、あの、お体、あの、健康に気をつけて、あの、またぜひ、あの、お会いできることを楽しみにしておりますので、これからも、はい、なおさんも、あ、はい、頑張って、なおも頑張ってね、頑張って、ありがとうね、はい、ありがとうございます。じゃあ、どうもありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい、以上、大阪からですね、今まさに、イベントの最中だったんですけれども、監督の、金貝実さんと、出演者の、主演のですね、稲森誠さんと、小林涼子さんをお迎えしての、Q&A というか、トークショーでありました。また何かの、ね、機会にこういったことはやっていきたいなと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルス、これはまあ特別イベントとして今回やっておりますので、3月の10日昨日からですね、始めまして、14日日曜日まで、これはまあロサンゼルス時間なんですけども、日本時間は17時間、進んでいますから、日本時間だとまあ11日からまあ15日かかるのかなぐらいまでは、あの、無料で、オンラインで、JFFLA のホームページの方に行っていただければチケットが買えますので、ぜひ、ご購入チケットの方を手に入れまして、映画を見ていただきたいと思います。今回紹介しました、今お花のお話しましたのは、一人じゃないという映画ですけども、この映画以外にもう一つ短編で風の電話という映画が、あります。それと、福島2011というドキュメンタリー、もございます。で、この3本が無料で、上映されておりますので、ぜひご覧ください。これからもどうぞよろしくお願いします。じゃあ、どうも失礼いたします。